インドネシア海軍は24日、バリ島北方沖で消息を絶った潜水艦が沈没したと発表しました。乗組員53人全員が死亡したとみられると伝えました。潜水艦の艦内に備えていた酸素は24日朝までに尽きたということです。潜水艦は大破した状態で水深約8 5 0メートルの場所にあるということです。 この潜水艦が水圧に耐えられる約500メートルよりも深く沈んだため大破したとみられます。付近では潜水艦の破片なども見つかりました。現場海域では24日もインドネシア海軍や米軍などが船舶や小海機で救助活動を実施していました。インドネシアのプラボボ国防省は23日オースティン米国防長官と 電話で協議した際、米国の支援に感謝の意を示しました。この潜水艦は、ドイツ製の KRI なンガラ、1981年、インドネシアに引き渡されました。最も大切なことは、なぜ事故が起こったかということだと思います。どの記事も、旧式のドイツで建造された潜水艦であると報じています。 しかし一部では韓国で大きな回収を受けていたとも報じています。ドイツ製の潜水艦をなぜ韓国で回収したのか、それは回収費用が安かったからでしょう。韓国は回収などのように行われたかを公表する責任があります。韓国は回収の詳細を発表し、責任を世界に問うべきです。